下からも RK が来たみたい。このフロアで他のルートを探そう。Examine. これは。The stairs, the roof, and black and yellow iron beam. Sugiura, what's up?These are the stairs. どこだ? Okay. Oh, there's an item. Ah, gold plate, let's go. 怪しいな。ここからなら上に行けそうだね。よっ。Us and Sugiura doing some parkour. と。おお、やっぱ身軽だね。よっ。So impressed. と。We can do it, man. Now let's grab this. Oh, what's this?Let's take a break. We're full. Our health is not full, so now we can grab it. Alright, where are we going?Aren't you proud of us, Sugiura? お疲れ、ヤガムさん。おう、お前らコミジュルのもんだな。は?コミジュル?僕らが?どうなってんだ、ここは。全然人もいねえ。案内しろや。ヤガムさん、あいつら RK っぽいね。
捕まっても面倒だな。どうする？やっちゃう？なあ。That was so. Lol.ヤガミさん、この先が最上階みたいだね。こっちにも部屋があるよ。ちょっと調べてみてもいいかも。あ。There's a save point.Stamina X. Give me. All right, let's give it a go. Yeah, let's go. Ah, go. We got a lot of items. Oi, what's up? There's no one here. Ah, where are you from? There's no one here.警察の情報だろ。ガセだったのか。おい、どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする、八神さん。桑名さん見つからないみたいだけど。RKが桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。1人で2人ずつ。We got this. 楽勝だろ。まあね。よし。Yagami can do it himself. いや、ちょっと話聞きたいんだけど、いいかな？はあ？誰だてめえら。お前らがコミジロか？ねえ、こいつらヤガミさんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいんだ。We're not that famous.おう、どうした？Not yet. あれ？ちょっと八神さん。We were just wondering. 急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。This seemed too easy. そいつ八神だ！カムロ町の探偵！探偵？いいから捕まえろ！北方の仲間だ！オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせぇ祭りだ、俺どうなっても知らないよ。どっからでも来な。Yo, he has a gun. Yeah!
How dare you use a gun in my presence? He's just getting juggled. Wait. Let me get some extra points from this guy. Thank you for the extra points. もう終わりか？他にはもっといなかったっけ？いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ？ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。This guy is going for the Saijuman look. 知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か。阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ、八神さん、ちょっと。Who are these guys? 仮面つけてる人。多すぎないかい人長。僕もそう思い始めてた。桑名ならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あ、あんたらはここの人。コミジル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね。今回は桑名から頼まれた。ん？ガセネタ流すこと。彼は自分の目撃情報を流して敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携してクワナを捕まえようとしてた。じゃあ桑名は今の状況を近くで見てるのか。美人町にいるってこと自体はガセじゃないんだ。Why would they tell us that? 人払いを。え、俺、え、ちょっと。That does look like I hung it. 桑名は美人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンの鉄装にかくまわれてる。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してある。クワナは俺らに会うと言ってんのか？ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。わかった。礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。 What's the connection between the Liroman, the Gomiju, and Kuwana?Or the Seiyu clan and Kuwana. Kuwana さんのいる場所って？ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、テッソーって兄弟分がいるんだよ。は？とにかく行こう。またクワナの気が変わらないうちにな。Lol. Okay. Where are we going?
We can stop by some restaurants on the way. Get ready for round two. Against who? Kuwana? Or our new brother? They have all this stuff on the menu and only two buffs. What a scam. Let's save. Double check. Yeah, we got. We have so much healing items. Oh, let's fight this money guy. One shot it. We should probably heal a little bit. That we took some damage. Yagami の兄貴だ。鉄装さんからご案内するように言われてます。Yagami の兄貴だって。いらしていただけますか。Let's go。ああ、お邪魔するよ。でしたらこちらへ。呼べばいいんだっけ。まあ座れよ。そっちのあんちゃんもお邪魔します。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ。桑名か、それとも北方先生。桑名は社会的に抹殺された名前だよ。美人長じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。 So dramatic。 警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。 Yeah, why is the police after you, Kuwana? 落ち着けや、ヤガミ。もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふりを。だとしたら随分手の込んだもてなしだったな。言わなかったか。ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ兄弟。本当に隠し事なし。Being all buddy buddy with us。全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい？ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。
大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね、間宮さんとか。いいぞ杉浦君、その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう。俺たちに秘密はないんだから。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ、お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ。そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだ。Yeah, well, can't we just keep it simple? 心当たりぐらいはあるんじゃないのか。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ、名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか。まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。へえ、それは。Public security. 警察の公安。神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報によると、沢先生殺害犯はあんただ。だから、RK には触れてくれるなと言ってるらしい。公安？沢先生ん家周辺の防犯映像からは、RK の姿が消されてた。それも公安の仕業だったかも。そうやってバックに公安がついてるなら RK が強気なのも腑に落ちる。いや待った、じゃあそもそも公安が桑名を追う理由は何だよ。公安は多分厚生労働省の事務次官楠本玲子の意思で動いてる。何？クアナ、あんたは河合信也を教え子たちに拉致させたよな、5年前のカムロ町でだ。河合は楠本玲子の息子満君をいじめてた男で、あんたにとって裁くべき標的だった。ただ河合を始末する前、楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな。江原が言ってたよ、あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたらなんだ。彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも人望を集めて前任者の腐敗を正している真っ最中。それが復讐殺人を事前に了承してたとなったら、どえらいスキャンダルになる。You left too many loose ends, and now those loose ends are trying to get rid of you because you became their loose end. Oh, it's loose endception. この先、あんたが警察に捕まったりでもしたら、そのことが明るみに出るかもしれない。だから、楠本玲子としてはそうなる前に、俺の口を塞ぎたいってことか？公安を使って。ああ。ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから、下請けとして RK にあんたを追わせた。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。なるほど。Well, 一応筋は通ってるか。 That also means the RK and the police are under Reiko's are Reiko's like hands and arms and legs, you know?Reiko's a very powerful person now. おかしいかな。残念だけど、そうなるとおかしな点が一つある。ん？なんだよ。What are we missing? 確かに5年前、俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。そして、お前の言う通り、間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それで？その時から楠本さんは、俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も知っている。Oh, yeah. だから、もしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば、
まず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。 You're pretty smart, Kulana. なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、5年前に河合信也を殺したとき、楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ、俺と一緒に。彼女はその日からめったに取らない有給を連続で3日取ったんだ。え？河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。Oh, shit. 彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように、江原明弘と同じように。彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のこと。Well, I didn't expect that. Doesn't change the case. 取れないんだと言ってた。 But yeah. なんてこったい。その Kuwana is still a eyewitness to the murder that she committed, so it would make sense for her to get rid of him for that. Whereas the other guys, the people, the graduates under him, did not witness that murder. Only he did.のことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。5年前のあの日、俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた。楠本さんが河合を殺した時、一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう2時間の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思うよ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。 What are we missing? RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は、俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば、彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵。そういう奴らにとって楠本玲子の弱みは何よりも価値があるよな。それを使って彼女を引きずり下ろそうと考え、 But how would they know? いや、脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない。おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言いまかされて、逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてんのか。大臣は例えばの話だよ。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？おい、口の聞き方。黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。で、いじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。楠本玲子も江原と同じ立場だ。一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは
全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。7人？マジかよ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ。そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで2つの事件に関連があると気づいた。RKはだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越葉殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため。そして正義のためってところか。 It was all for your selfish desires. それが沢先生を巻き込んだ。 You got 沢先生 killed, man. さらさらなかった。 いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。 遅かれ早かれ、あんたは自分が破滅すると分かってた。 マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めればあとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい。警察に自首でもしろってか。でないと彼女はなんで死ななきゃならなかったのか。It's not like you have evidence on him. 何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと。彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。You're just playing hero in your little playground, not caring about all the other innocent victims from your choices. もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんは、Exactly. もう誰だろうが殺すしかないんだよな。俺は殺しをしてきたんじゃない。That's the thing, is he's gonna murder innocents and get innocents killed to carry out his own justice on the people he believes are guilty. 何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。 That's not real justice. That's just selfish. どっからでも来な。Fuck you, Kuwana. Wow, he's got like 4 health bars? 5 health bars?
Oh, we gotta heal. Yeah, he's using snake style too, I think. Or at least I saw his fist glow green. Let's top off just in case. We'll just EX count him as many times as it takes. Yo, it didn't let me mortal reversal him. Not cool. We're just gonna beat him like this. God damn. It's okay, we still have a lot of health. Fuck you, Kuana. Do you like that? They're enjoying this. This is how men communicate. Cross counter. It's a tie, even though we won. Konaida Oboeta Hisaza Mada crossed an end, Nakedona. Oremo Kokara Kirikota dusted. Buttos Tokota no Nio. Check a bit, check a stigger. It's fine, it was worth the show. Give me those points. It's all. Our friend! If Zao is here, does that mean the rest of them are here? There's also Kashiwagi. Not sure, baby. Got there.
洲本玲子は公安に狙われてる側の人間だったってことか。おい、その公安の指図で警察の一部も RK も俺を捕まえて楠本さんの弱みを握ろうとしてる可能性はある。ただしそれは本当に公安が動いてるとしたらだ。その状況 Except this place just has bad memories of Tachibana and Kiryu. こう持ってきたのはお前だろ。刑事がそう言ってたって。警察の捜査にどっからか圧力がかかってんのは間違いない。 RK が野放しなのにあんただけ手配されんのはどう考えても不自然だからな。ただその相手が公安ってのは刑事一人の口から聞いただけだ。 And Marco と公安つったら日本最強の情報機関だぜ。そんなのに追われたんじゃ逃げ切れやしない。俺もそう思うね。そうだ、よし、やっと話がそこにたどり着いたか。あ、うん、今あんたら二人がいがみ合ってて得すんのは誰だ。え、公安だよ。あんたらが足を引っ張り合ってるうちに奴らはいつの間にかすぐ近くまで忍び寄ってくる。で、気づいた時には見つかって奴らの手に落ちてジエンド。そいつは敵の思うツボだろ。だがもしあんたらが手を組んだらどうだ。 Work with this murderer? Yagami would never stand for it. 公安よりも先に動き、その奥にいる黒幕を暴くことができるかもしれねえ。なるほどね。敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいいわけか。Fuck this guy. わかった。俺を Yagami's not going with it. He is. 公安の方が片付いたらあんたのやってきたことも見過ごす気はねえからな。オッケー、じゃ何から始める。もうこの勢いで公安に乗り込んじゃうとか。いや、まずは本当に敵が公安か見極めるところから。 We can't just storm 腹をくくった行動は the office. 向こうはまだ俺らが一緒に動いてることを知らない。そこに何か奴らを出し抜く手があるかな。いいコンビじゃねえか。本当に公安が楠本さんの弱みを握ろうとしてるなら彼女のすぐそばで聞き耳を立てているはずだ。盗聴監視は奴らのお家芸だからな。そうだ、まずそれを確かめてみるか。どうやって。彼女に直接電話してだ。今ここでか。ああ、そしたら敵は逆探知でこっちの場所を突き止めてくるかもしれん。だが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ。敵が誰かそこではっきりさせられる。そうだな。そうだな。どう。Yeah. じゃあお前が楠本玲子に電話かけた途端敵がどっと踏み込んでくるのか。絶対ここでやんじゃないぞ。いや、その手は使えるよ。は、おい、We're gonna mess up your this place. ヤガミさん、勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの。カイトさん、気悪くしない？うん。おい、なんだこれ。すげえうまいな。お、だろ？うまいか。Is Dog gonna help us? 違いがわかる男だ。He's just, or is he just a cameo? あんたが最後に楠本玲子と話したのはいつだ？5年前、河合を殺した晩が最後だ。お互いにそれから連絡しないようにしてる。番号は知ってるんだな。昔と変わってなければ。俺にも教えてくれ。ちょっと考えがある。あ？相手が本当に公安なのか、罠を張って確かめるんだ。あんたからの電話が逆探知されて、誰かが襲いに来るようなら、やっぱり相手は公安で決まりだよ。だからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話する。どうやって。俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだ。もちろんあんたのいない場所で、なるべく人気のないところがいい。送り込まれてくる連中を覗き見できたらひとまず任務完了。えっと
どういうこと？俺は分かった。まあそのうち杉浦君も分かる。まずは敵を知るところからだ。足のつかないスマホはすぐつくもに用意して。Get Tsukumo the help。 じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。俺も兄弟の顔立てなきゃなんないし。やっぱ長さんの料理は。This is all thanks to Zhao's cooking。乾杯。I want to drink too, but it's too late in the day. Yagami-san, Tsukumo-kun がもう電話用意してくれたって。足のつかない飛ばしのスマホ。2台だよな。ちゃんとそう伝えたよ。さすが99か。仕事が早い。You know you want to try that good to try what?よし、行こう。Probably a good time to cut? Yeah. We're still in chapter 10. Is the chapter over very soon? It is. Like, if you have like 10 more minutes, I think we can just finish the chapter. We're very close to finishing. Unless you know there's gonna be a long ass fight. Yeah, we're at the final part of the chapter. Oh, お二人ともご苦労様です。お待ちしておりましたぞ。飛ばしのスマホは準備してくれてる？もちろん用意してありますとも。僕を誰だと思っているのです？僕まだちょっとやろうとしていることが飲み込めてないんだけど、八神さんはこれでどうするつもりなの？ Yeah, I don't understand either. ああ、まずこっちの1台のスマホで桑名に電話をかける。もう1台は楠本玲子にかけるんだ。でその2つをこうすれば、直接電話はつながってないけど音声は中継されてるから話すことができる。ああ、なるほど。それでもし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとして、このスマホの位置を逆探知してきたとしても、あいつはここにはいない。こっちは危険を犯さずに送り込まれてくる奴らの顔を拝める。うん、なんとなくわかったかな。もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。桑名さんを捕まえに来る連中がここへ来てしまいます。ああ、どこか人気のないところでやるよ。公安の手先が送り込まれてきても誰も困らない場所がいいんだけどな。それでいてちゃんと相手の姿。 That's probably like a really old method people used to doFor this exact reason. 確認できるところ。ふん、それなら少し行ったところに建設中のビルがありますよ。もうこんな夜遅くに人はいませんから、誰も巻き込んだりしません。場所は？清涼高校に行く手前です。川沿いにクレーンもあるのですぐにわかるかと。よし、二人はここにいてくれ。行くのは俺一人で十分だ。いいの？大丈夫？では僕はドローンを飛ばして微力ながら八神氏を支援いたしましょう。桑名さんを捕まえに来る連中が来たらその顔をバッチリ捉えます。ふん、頼んだ。 All right, let's do this.
No, we're busy. これか。つくもが言ってた建設中のビル。こちらつくもです、八神氏。そちらの姿を確認しました。ああ、俺もこっから近づいてくる奴らを確認できそうだ。今から飛ばしの一つで桑名に電話をかける。了解です。桑名だ。準備いいか。これから楠本玲子に電話をかける。繋がったらあとはお好きに。あの人と話すのは5年ぶりだ。ああ、歓迎はされないだろうな。分かってる。やってくれ。Why is this bastard calling me? はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え？驚かせて申し訳ありません。でも、どうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それと、この電話は誰かに聞かれているものと思ってください。そうですか。わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな意味で。Strong flying it。事務次官に同じとは。たまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは、Don't hit anything。出るべくして出た方です。私は、あなたほど真面目でまっすぐで、強い人に会ったことはありません。あの、ミツル君はまだ眠ったままです。ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか。もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ、もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか。あのクラスで一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてました。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それで Yeah, what do you want?私に何か頼み事でもあるんですか。そういうことでしたら困ります。いえ、ただ He's just buying time. 近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。すべて私の方で何とかします。あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか。そうですね、大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。でその相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか。いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。多分公安が手駒にしてる諸葛警官か、
歩けってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。Tojo Clan equivalent and the police at the same time. We're not Kiryu. わかりました。では。Or the Omi Alliance and the police at the same time. Yagami, you basically invited the enemy.To you. Imagine you hit the drone, that's expensive. Orela, あのドローンを追わされてたのか。クアナってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけね。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃だろ。試し撃ちはやったことあんだ。朝チビどもがうるせえ公園でさ。足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ。引き上げだ。You did not bring enough guys. They did not bring enough guys to take down Kuwana either. Kuwana だけでも帰り討ちにできたかもな。まあ、そっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。何すんだ、構えろ。誰の指示でここに来た。せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな。クアナを知ってるみてえだな。これなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら。ぶちかませ。ブラなんでこんな。 What happened to our health? どっからでも来な。 What happened to our health? One secondCrap. Oh yeah, we fought Kuwana and didn't get a chance to heal since. Can't block the grab. It's just you, man. Thanks for the points. Dare no meirei de koko ni kita.相馬のことか。そんな上じゃねえよ。何人もいるマネージャーの一人だ。Oh, God. そいつはクアナを見つけたらどうしろって。There's a bunch of mid bosses. 捕まえとけって言われただけだよ。ただ絶対に殺すなとは言われた。殺すわけねえだろうにはいくらもらえるかも聞いてねえのに。結局また何も知らねえまったんか。I think if Kuwana was here, he would have been fine. 自分たちが They did not send enough guys. 使われてるって聞いたら驚く。公安って周りのお仲間にも言っときな。RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよ。お前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされる。そしていつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ。
Damn, Yagami. Changing people's lives by punching them. That Kiryu energy. Hi. 失礼します。楠本玲子さんでいらっしゃいますね。 Oh shit, we got her in trouble. あの、こんな時間に何です？だいたいどうやってここに？部外者が来ていいところじゃありませんよ。まあまあ。私は警察庁警備局公安課で調整官を We're learning who the final boss is. 坂東と申します。公安の？でも調整官なんて聞いたことありませんが。表向きの肩書きも別にありますよ。ただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですから、お互いのために。誰も来ません。根回しは済んでます。What？ 何なんです？楠本さんに急ぎお伺いしたいことがあります。ある男が失踪した件について。え？5年前にカムロ町から姿を消したんですがね。ご存知のはずですよ。あ、oh, shit. ミスル君の元同級生で、かわいい深夜です。この男の消息を、あなたならご存知じゃないかと思いましてね。We're trying to take down her and Kuana, and in the end, we caught an even larger fish.Who is this final boss? Kuana to Yagami ni shinobi yoru kage. Nihon saidai no jōhō kikan dearu kōan no nerai wa Kōrōshō no jimujikan Kusumoto Reiko ni atta. Kanojō wa 5 nen mae Kuana no tebiki niyori息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。さすがつくも、よく突き止めたな。楠本満の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。Let's get to a safe point. たどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本満はそこで眠り続けてんだな。Reiko was just a small fry. Yagami たちが彼女と直接会いたいのなら、そこへ行くのがベストでしょう。しかしよ、Yagami。お前、マジで楠本玲子に自首させんのか。なあ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら、日本中が大騒ぎになるぞ。Don't worry. A bigger fish is taking her down for us. 他の誰かがつけを払わされる。The bigger fish who's in control of the police and the RK. そうだよ。それに、楠本玲子が河合殺しで自首すれば、公安にはもう動く理由がなくなる。RK をかばう理由もな。そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね。楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。
楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから。僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。後から東都大病院に来て。わかった。それじゃ。俺は何をすりゃいいんだ、ヤガミ。Go visit Kaito in the hospital。 お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺にできねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構やばい相手だぞ。東、okay. can take care of himself。抜かりねえよ。俺はプロの元ヤクザだからな。んじゃ。あの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。ああ、なんか最近暇してたらしい。Cause he gotta get revenge for Kaito. 事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみるよ。それより悪いな、つくも。また杉浦借りちゃって。何を今さら、水臭いですぞ。ではこれにて。Well, Tsukumo's our weakest link. He has nobody protecting him. All right.Thank you everybody for watching. Oh man. The fish we were trying to catch, Reiko and Kuwana ended up catching a bigger fish that we don't know about. And it's chapter 11. So who is the mega boss? Who owns the...RK, which is like the Omiya Tojo equivalent, and the police force at the same time. And we're not Kiryu. We can't just go busting into your office. So what are we going to do? And also the law is protecting itself. And it's not going to revert their conviction of Ehara. So we've lost on every end. What are we going to do next? Thank you guys for watching. We'll continue next time.